休憩を解いて再開いたします。次に進みます。6番石井努議員。石井努議員、精神科医の石井です。ご指名をいただきましたので、9月定例会の一般質問をさせていただきます。まずは8月14日に発生した記録的な豪雨災害で被害に遭われました皆様、辛い思いをされた皆様にお見舞いを申し上げます。議案資料にありますように、市内におきましても土砂の流出や堆積、倒木、冠水などの被害があり、不安な思いで過ごされた方が多くいらっしゃったと思います。ただその最中で冠水のため車両の中に取り残された状態の方を救助された方がいらっしゃったという話もあり、お互いに助け合うことの大切さも感じる事例となりました。被害に遭われた皆様が日常生活と心の穏やかさを取り戻されること、また損なわれた生活基盤が一日も早く復旧されることを強く願い、関係部署の皆様には最大限のお力をいただきますようお願いを申し上げます。そしてその8月14日は夏の恒例行事でもある広岡夏祭りの当日であり、また今年はパリオリンピックでの金メダル獲得を祝うパレードが同日に開催されました。その効果もあり、広岡地区には過去を大きく上回る大変多くのご来場者で賑わいましたが、祭りが本格的な盛り上がりを迎える時間に豪雨に見舞われ、夏祭りは急遽中止となりました。私も夏祭り実行委員会のスタッフとして会場にいましたが、すさまじい勢いの雨と雷の中、ご来場者や参加者の少しでも安全な居場所の確保に、スタッフはじめその場においでになった皆さんが必死で取り組んでいる様子が大変印象に残っています。イベント的な打撃は大きかったと思いますが、深刻な人的被害がなかったことは不幸中の幸いであったかと思います。運営側の悔しい気持ち、反省点等を教訓にしながら、さらに良い事業を皆様の地域の皆様とともに目指していきたい、そう感じております。またその金メダルを祝うパレードは幸いにも雨を免れ、集まった多くの観客の皆さんとともに出口姉妹を身近に感じながら大盛況となりました。地元出身アスリートの快挙を喜び、多くの笑顔と熱気が街いっぱいになったことは大変嬉しく、広岡エリアの地域づくりに取り組んでいる一人としてイベントを実施していただいたことに心より感謝を申し上げます。最初はスポーツに関する質問となります。1番、次世代と共に学び成長する未来教育について、1としてスポーツを通じた地域づくりについて質問をさせていただきます。出口姉妹の応援に関しましては、8月14日開催の優勝パレードをはじめ、7月28日と29日に開催のパリオリンピック観戦パブリックビューイング、7月6日開催の壮行会と、塩尻市として地域関係者の皆様と連携をして応援を続けていただきました。その度に会場はご参加の皆さんの声援と盛り上がりで、応援を通じて気持ちが一つになっていく、参加者がそして地域が一つになっていくという様子を拝見いたしました。スポーツの持つ力を実感した時間であり、
地域づくりへの効果を期待させる時間にもなりました。それぞれの場所に参加された皆さんは記憶にしっかりと刻まれているであろうと思いますし、その感動的な瞬間を大切にしていただくことが継続的な地域づくりにつながっていってほしいと感じています。イベント会場では柔道関係者の方とお話しする機会もあり、この盛り上がりと快挙から今後にどのようなことを期待されますかお尋ねいたしましたところ、子どもたちに柔道に関心を持つきっかけになってほしいという内容のお話をお聞きいたしました。競技人口、競技環境などへの要望、課題、運営や指導などでのお考えを垣間見る場面にもなりましたが、今回の金メダル獲得の盛り上がりを地域の力につなげていくという点についてどのようにお考えかお聞かせください。続きまして、未来教育についての2、子どもの居場所づくりについてお聞きいたします。学校が長期休暇中の子どもの居場所づくりにつきましては、学習、暑さ対策、食事の提供といった観点から需要が拡大しており、今年の夏休み中には各地区の公民館、社会福祉協議会、民生児童院、地域ボランティアといった皆さんのご協力で居場所づくり事業が開催されていました。昨年も同様の事業はありましたが、今年は開催地区、開催日数が増えているという印象です。私が拝見した地区では夏休み学習広場として定員50名×2日間で行われていましたが、募集案内の開始後短時間で定員に達したとのことで、居場所に対する需要の高さがはっきりと現れています。定員を設けずに行った同地区の昨年におきましては、想定を上回る来場があり、スペースの確保や食事の提供に課題が出てしまったことを踏まえ、今年は定員を設定したそうです。受け入れ範囲の面でも今後の在り方を考えていく必要を感じます。夏休み学習広場当日は、地区内の元教員の皆さん、地元の高校生の皆さんが講師役で学習指導を行い、地域ボランティアさんによる昼食の提供があり、子どもたちが空調の効いた建物内で宿題や読書に取り組む様子、友人たちと楽しく過ごす様子、おいしい食事を味わう様子などを拝見いたしました。また夏休み中の大規模な児童館の様子も拝見いたしましたが、スペースの確保、空調の問題、受け入れ側の人員体制など快適な居場所づくりには大変ご苦労をされていらっしゃいました。そのような現状がある中、8月20日に開催された塩尻市総合教育会議では、長期休暇中の居場所づくりについて、またそこからも推測される貧困化対策についての意見交換がされていました。拡大する居場所づくりの需要、潜在化する貧困に対する家庭支援につきまして危機感を感じられていることと思いますが、対策等のお考えをお聞かせください。続きまして、未来教育についての3番、 PTA の今後の在り方についてお聞きいたします。9月4日付新聞各紙で、岡山県PTA 連合会が今年度末で解散するという報道記事がありました。加盟団体の大会が相次ぎ、活動が維持できなくなったという理由で、報道によりますと、都道府県レベルの連合会の解散は全国初だとのことです。また日本 PTA 全国協議会からは、2023年に東京都 PTA 協議会が大会、2024年には千葉県
PTA 連合協議会の大会も決まっているとのことです。団体の運営が厳しい状況になっていることが感じられます。このように解散や消滅、また民間への業務委託などが伝えられる状況で、塩尻市の PTA につきましてはどのような状況でしょうか。コロナ禍の制約で事業の見直しが進んだこと、任意団体であることからの加入参加の選択が可能であることなどを踏まえて活動の現状をお聞かせください。また先ほどもお話しいたしました塩尻市総合教育会議におきましても PTA の今後について取り上げられていました。市としての方向性につきましてもお考えをお聞かせください。続きまして未来教育についてのマリオン、キャリア教育の推進についてお聞きいたします。8月22日に開催されました介護・福祉・教育の情報交換会にオブザーバーとして出席をさせていただきました。予定時間を超える大変活発な会議となり、関心と危機感の高さを感じる内容で、初めての開催となった今回以降も継続的な情報交換会の開催をという要望がありました。少子高齢化に対する塩尻市の回答を求めていくためにも、各部署各現場の横断的な連携を強化していただきたいと思います。当日は教育側からの報告にキャリア教育に関するものがありました。学校と企業が連携して取り組みを進める中で、学校側と企業側の求めるものにギャップを感じるという内容の報告です。地域産業への理解を深めることで地域への愛着を高めると同時に、自尊感情の育成や上層教育につなげたいという学校側の思いに対し、企業側からはその要望に応えることと合わせ、働き手作りに関わる部分、当日会議の中では企業説明のようなという表現がされていましたが、働き手作りに関わる部分に企業側の観点が向いてしまっているのではないかという指摘がありました。慢性的な深刻な働き手不足という背景を考えると理解のできる部分ではありますが、本来あるべき子ども主体の観点から考えると、目指すところである共通の理念と現実のギャップを修正していく必要があるはずだと感じますが、どのようにお考えでしょうか。続きまして質問の2、新たな価値を生む競争循環について。1の中心市街地の活性化についてお聞きいたします。8月8日開催の議員全員協議会での報告事項にある立地適正化計画案の資料に、誘致施設に位置づける施設が掲載されており、新規追加として旅館ホテルが加えられています。中心市街地活性化における大きな課題として継続的に挙げられている宿泊施設不足について、民間事業誘致の意思表示がされたと理解をしていますが、現在の取り組み状況はどのようなものかお聞かせください。続きまして質問の3、つながり支え合い自分らしく暮らす安心共生について、1といたしまして、自治活動の活性化支援について2点お聞きいたします。1つ目は、今年5月に塩尻市ホームページに開設されました地域の掲示板についてになります。地域の掲示板に関し、サービス導入の意図と活用状況、現状の運用上の問題点、課題、今後の展開につきましては、昨日の小野義行議員の一般質問にてご答弁がありました。開設の5月以降、6月、7月とアクセス数が伸びていること、また
掲載情報の数も同様に増えているということ、これは7月26日開催の行政懇談会における活用促進の呼びかけの効果も大きいであろうと推察いたしますが、引き続き昨日のご答弁にありました課題へ取り組んでいただき、 DX 社会の幅広い展開につなげていただきたいと思います。その地域の掲示板の今後の運用に関しまして、私からは観点を変えて行事に参加させていただいた際に感じた点につきまして質問をさせていただきます。夏休み中に広岡地区で開催されました親子参加型の子育てイベントになりますが、屋内屋外での触れ合い体験でしたが、晴天ということもあり多くの親子が参加をしていました。主催の方にお聞きしたところ、想定以上の参加者数であること、おいでいただいた方は基本的に全員参加を受け付けているというのことでした。多くの参加者を拝見してどのような募集方法だったかをお聞きしたところ、地区内へのチラシ配布のほか、松本エリアで発行されている育児冊子に開催案内を掲載していただいたとのことでした。実際に当日は市外からの参加者もあり、運営側では今回の広報が多くの参加員数と同時に広域からの参加という成果の要因にもなっていたとお感じのようでした。大勢の人数ということで運営側はしきりにはご苦労をされていたようでしたが、子育て世代が楽しむ様子を見ながら、スタッフの皆さんは笑顔で参加者と接していて充実感、達成感を感じられるもの、開催趣旨に沿う行事になっていたと感じさせるものでした。地域の掲示板は市のホームページへの掲載であり、広域からの閲覧が可能になります。ご紹介した事例のようにご来場者すべてが参加可能な状況であれば、企画意図に沿った行事運営ができ、問題にはなりにくいでしょうが、参加条件などに居住地域等の制約がある場合は配慮が必要になってくると感じます。実際に地域の掲示板に掲載されている情報の中には、地区限定といった記載がされているものもあります。インターネットを活用しての告知募集に際しては、明確な意思の発信、信頼感の高い行事運営、企画段階からの条件整備といった今までとは違う角度からの配慮が求められると思いますが、どのようにお考えでしょうか。続きまして、自治活動の活性化支援についてもう一点、認可支援団体についてお聞きいたします。認可支援団体につきましては、6月定例会におきまして小口直美議員が質問をされ、設立方法、メリットとデメリット、行政の支援につきましてのご答弁があり、理解をしたところではありますが、9月1日に高井出5区におきまして認可支援団体設立に関わる臨時育総会が開催され、団体設立申請の目的と経緯、必要な手続き、今後の予定などが議案となりました。参加された住民の皆さんはおおむねご理解をされており、合意もなされているということ、また行政側のサポートも有効であったと感じられる議案の審議でありました。しかし会議中、今後の展開について、これから回答を出していくものについてはこの場で結論の出るものではなく、引き続き区内で対応していくとの現状が伝えられた際には、未確定要素に対する心情的な不安感を拭えない様子が感じられました。団体運営を進めていく中で安定感と理解度が向上してくる部分が多いのであろうと思われるところではありますが、法に基づく手続きへの相談や情報発信など、安定した自治会運営のための継続的なサポートが必要だと感じた場面です。このような
住民意識や感情への対応に関してのお考えをお聞かせください。以上で1回目の質問を終わります。石井努議員の質問に対する答弁を求めます。久留米交流文化部長。石井努議員の一般質問にお答えいたします。私からは1、次世代とともに学び成長する未来教育について1、スポーツを通じた地域づくりについてにお答えいたします。白石市出身の出口クリスタ選手、出口ケリー選手が揃ってカナダ代表としてパリオリンピックに出場し、見事出口クリスタ選手が金メダル獲得という快挙を成し遂げました。金メダルを獲得できたのは何よりも生まれ育った塩尻市のおかげという出口クリスタ選手の言葉は、塩尻市民に妨害の感動と誇りをもたらしていただいたことは記憶に新しいところでございます。出口クリスタ、出口ケリー両選手がオリンピック直前また直後にまず塩尻市へと駆けつけていただき、壮行会、パブリックビューイング、凱旋パレードに至る一連のイベントを開催できたことで、市民を挙げての格段に大きな盛り上がりが実現いたしました。これを一過性のものとせず、スポーツを通じた地域の活性化への大きなチャンスとすべきことは、議員ご指摘のとおりでございます。今回注目を集めました柔道にとどまらず、さまざまなスポーツへの関心が高まっており、スポーツ普及推進の学校の契機であるとともに、塩尻の地から次に続くトップアスリートを目指す機運の醸成も期待できます。パリオリンピック・パラリンピック観戦は世界トップレベルの競技力の高さに触れ、加えてスポーツの多様性を実感する機会となりました。またスポーツをする・見るだけではなく、さらに選手を支えるという立場で関わることの魅力を再発見する機会ともなりました。今年度策定しました塩尻市スポーツ推進計画第2期では、市民の誰もがいつでもどこでもいつまでも運動やスポーツに親しむことができるよう、本市の基本的なスポーツ施策を定め、総合的かつ計画的に推進するために策定し、これにより青少年の健全育成や健康寿命の延伸、地域コミュニティの活性化や新たな交流の創出を図り、スポーツの力で未来につなぐことを目指すとしております。スポーツをテーマにした地域での取り組みを継続することにより、市民連帯感の高揚、世代間交流と青少年健全育成、さらには市民の健康体力づくりへの意識の喚起など、地域の活性化につながるさまざまな効果が期待できます。2028年には信州山並国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会が開催され、全国から競技者や関係者が長野県そして塩尻に集まることで、広く人々の交流と経済効果が見込まれます。今回高まったスポーツへの関心を継続させて、そこへとつなげ、塩尻市スポーツ協会を中心に各種競技の関係団体、民間企業等とも連携し、スポーツの推進による地域活性化の好循環を生み出せるよう努めてまいります。私からは以上です。野瀬子ども教育部長。
私からは1、次世代とともに学び成長する未来教育についてのうち3点お答えいたします。まずはじめに括弧2、子どもの居場所づくりについてですが、長期休みの子どもたちの居場所としては、市内の小学校区単位で設置をしている児童クラブ等において、夏休みなどの期間中は利用時間を午前8時から午後7時までとし、子どもの発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるように、自主性、社会性および創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等により、子どもの健全な育成を図っております。今年の夏休み期間中の利用状況は、1日以上利用した児童が約1160名おり、市内全小学生の約 37% が利用したことになります。近年の猛暑対策については、今年度中に全児童館の遊戯室にエアコンが設置されますので、来年の夏休みには快適に過ごせることと思っております。また児童館以外の子どもの居場所についても年々充実をしてきております。各地区公民館が主体となり、社会福祉協議会や図書館、民生児童委員など地域の住民と連携しながら、夏休みの子どもたちの居場所づくりとして、さまざまな体験や学びの場の提供を行っております。今年の夏休み期間中は、中央公民館と10地区公民館合わせて延べ44回の体験講座や学習広場などを開催し、小学生を中心に1975人の参加がありました。お昼を挟んで学習広場を開催した公民館では、延べ16回にわたり地域住民らがカレーを手作りし無償で振る舞うなど、子どもと地域の人が一緒に食事を共にし、楽しい時間を過ごしました。今後も子どもたちの居場所、そして学びの場となるよう、内容の充実を図りながら、長期休み中の公民館事業を継続してまいります。次に、地域における子どもの居場所づくりの推進につきましては、令和3年度から塩尻市子どもの居場所づくり事業補助制度を設け、食事の提供や学習支援などの居場所づくりを実施する団体等に対し、開設運営にかかる費用の一部を補助することにより居場所づくりを推進しております。現在、地域住民や団体の皆様により、地区の公民館や市民交流センターなどを拠点として、市内10カ所で定期的な居場所の運営がされております。活動の頻度は月1回から週2回まで様々ですが、いずれも子どもたちが地域の皆さんと交流をしながら、安心して食事をしたり勉強をしたりして過ごせるよう工夫した運営がなされております。地域にこうした居場所があるということは、子どもの孤立、孤独、孤食の解消や貧困対策にとどまらず、地域にとってもつながり、にぎわいの好循環を創出するものと考えますので、すべての子どもの身近にこうした居場所が広がっていくよう、行政としても支援を継続して行ってまいります。またご指摘のとおり、支援が必要にもかかわらず、さまざまな事情で居場所に来られず、地域から孤立している子どもや家庭が潜在的にあることも念頭に置き、関係機関と協力をして周知に努めてまいります。次に括弧3、PTA の今後の在り方についてお答えをいたします。 PTA は保護者と教職員が協力して、子どもたちの教育環境を豊かにすることを目的として、戦後間もなく全国に広まった任意団体とされています。その活動は、子どもたちを取り巻く教育環境の維持向上のための研修会の開催や、学校の環境整備に関する活動、学校行事への参画など様々であり、全国 PTA 連絡協議会が組織されるほど
全国規模で活動が行われております。近年では保護者がこれらの活動に負担感を感じる等の理由により加入者が減少し、 PTA の運営活動が困難となり、解散や活動を見直しする事例が全国的に増えております。県内では隣接する松本市の中学校が令和4年度末に1校、令和5年度から今年度にかけて小学校1校、中学校1校でそれぞれの PTA が解散をしたとお聞きをしております。 PTA 活動の負担を感じる要因として、共働きや一人親家庭の増加等により親御さんが常日頃から仕事や家事に追われ忙しい状態であり、 PTA 活動への積極的な参加が難しく、役員を引き受けることに対する負担感、抵抗感も一層強くなっているという問題を抱えている点が挙げられ、本市においても同様の声があることは承知をしております。本市におきましては多くの PTA が入学式や PTA 総会、授業参観日等の機会に PTA が任意団体であることや活動の意義を保護者に説明していると聞いております。このような取り組みの中、各学校では数名の保護者から退会の申し出はあるものの、大半の保護者は PTA 活動にご理解をいただいている状況とのことであり、現時点において解散を予定している PTA はないものと承知をしております。全国では PTA 活動の負担を少しでも軽減するため、一例を挙げると今まで PTA が行っていた運動会の誘導係を人材派遣会社に業務委託している事例や、本市においても PTA 組織に置いている専門部会を4つから2つに再編をし活動内容を見直すなどの動きも出てきております。市内各学校の PTA においても会議や行事の活動内容の見直し等を行い、部会の統合や書面決議の導入、デジタルツールによる効率的な会議の開催等を研究し、役員の負担軽減に取り組んでいる状況であります。市教育委員会としましては、 PTA 活動は保護者の任意活動ではありますが、子どもたちが安心して充実した学校生活を送ることができることをそれぞれが共有し、子どもの活動を理解していただけるよう PTA と相談助言などをしながら連携協力してまいります。次に括弧4、キャリア教育の進捗についてお答えをいたします。キャリア教育とは一人一人の社会的職業的自立に向け必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、個人の経歴であるキャリアの発達を促す教育のことであります。これまでの本市のキャリア教育は主に各学校が独自に実施してきましたが、これからは今年度改定しました第2次塩尻市教育振興基本計画に掲げるキャリア教育、企業等との連携、地域の産業に触れる機会の創出を具現化するため、全市的な体系化を進め、学校、地域、企業、行政等が一体となって推進していく競争・共学が重要となります。この推進にあたり最大の課題は、地域にある企業などの連携先の情報を学校が持っていないため、教職員が勤務時間中に受け入れ先の企業を手探り状態で探すことで業務が手一杯となり、新たな事業プログラムの作成に時間が割けないことが挙げられます。一方の企業側もどのような教育効果を狙って生徒を受け入れればいいのかわからないまま行ってきており、職場体験の内容を学校と企業が話し合っても深く掘り下げるまでには至らないという実情がありました。この課題を解決するため、今年度から市教育委員会、商工会議所、 NPO 等が連携して学校のキャリア教育を支援する体制を整え、学校と地域、企業等をつなぐコーディネートを NPO に委託したところであります。
この事務局を担う NPO が学校で企業等との連携に関わるニーズの聞き取りを行い、その後企業側にその内容を伝え、趣旨を理解していただいた上で協力をいただくことにより、両者が求める意識のギャップを埋めてまいります。またそれにより、両者が連携した事業プログラムの実施に対して、NPO が伴走支援を行うことで、教職員の負担を軽減するとともに、学校と企業等との意思疎通を円滑に図ることを目指しております。学校が地域、企業、NPO 等との連携を強化することにより、子どもたちが働く大人の思いに触れる機会が増え、地元の産業や社会で働く人を知り、理解を深めることにより、進路選択や目標の実現のための意欲の喚起が図られ、自分の将来へのキャリアの道筋が輪郭として見えるようになっていくものと考えます。本市の子どもたちが社会的、職業的に自立することを目指し、社会の中での役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現していくことができるように、キャリア教育を推進してまいります。私からは以上です。石坂副市長。私からは2、新たな価値を生む競争循環についての中心市街地の活性化についてお答えをいたします。庄司市立地適正化計画における誘導施設に新たに旅館ホテルを追加した背景といたしましては、私がプロジェクトリーダーとして昨年度全6回実施いたしました中心市街地活性化プロジェクト庁外チーム内での議論において、チームメンバーより市内企業への出張需要に対する宿泊施設の不足を指摘する意見をいただきました。また庄司市都市計画マスタープラン策定委員会におきましても、委員より県内外からの来訪者、ビジネス客、観光客が宿泊するホテル等が市内に不足していることによる本市の地域経済における機会損失が生じているとの意見をいただきました。議員ご指摘のとおり、立地適正化計画における旅館ホテルの誘導施設への位置づけは、今後都市機能誘導区域への誘導を促進するという本市としての意思を明確に示したものであり、このことにより民間の投資を促すものであります。また本年度どなたでもご参加いただける中心市街地活性化に向けたまちづくり勉強会を全3回にわたり開催中であり、そこでのご意見なども参考にしながら、庄司市大門地区市街地総合再生基本計画の策定に取り組んでおりますが、その中で市内における宿泊施設等の立地需要を把握すべく、現在複数の開発事業者に対しアンケート及びヒアリング調査を行っているところです。その他市内への宿泊施設の立地の可能性について民間事業者からの問い合わせもあることから、立地適正化計画に基づき都市機能誘導区域への立地誘導を促進することで、新たな施設整備に伴う人流の誘導と滞在時間の延長を図り、新しいにぎわいと経済需要の創出により中心市街地活性化に取り組んでまいります。私からは以上です。島田市民地域部長。私からは3、つながり、支え合い、自分らしく暮らす安心共生について、
括弧1自治活動の活性化支援についてお答えいたします。昨日の小野義行議員への一般質問に対する答弁で申し上げましたとおり、地域の掲示板回覧板は市のホームページ上に市内10地区と66の区の回覧板などの情報を掲載し始めたもので、本年5月から運用を始めております。市のホームページへ掲載したことで、自分が住む地区や区だけでなく他の地区や区の取り組みや自治会活動を知ることができるほか、市外の方でも閲覧が可能となったことで、本市の自治会活動等の一端を市民のみに限らず広く発信できる良い機会と考えております。しかしながら、特定の地域を超えて広く閲覧できるようになったことで、区域以外の方へも掲載された行事やイベントへの参加を促す効果もあり、良い面でもある一方で、区域以外の誰もが参加可能との誤解を招く恐れがあることは議員ご指摘のとおりかと存じます。現在は掲載ページの見出しに〇〇地区の皆さんへ、〇〇区の皆さんへと記載しており、基本的には地区内区内の住民対象の情報発信との認識ではありますが、ご指摘のような懸念もございますので、今後運用していく中で誤解が生じないような情報の掲載方法を区長等とともに研究をしてまいります。次に認可遅延団体についてお答えいたします。認可遅延団体とは、平成3年の地方自治法改正時に地方自治法第260条の2に規定された制度である。一定の区域に住所を有する者の遅延に基づいて形成された団体が、地域的な共同活動を円滑に行うため、市町村長が認可をすることで、この団体が認可遅延団体という法人格を得ることができるというものであり、市内ではこれまで区や上会などの自治会単位で25団体が認可を受けております。認可遅延団体制度ができた背景には、それまでは自治会などの遅延による団体は不動産登記ができないなどの、課題がありましたが、法改正により一定の要件を満たす場合には市町村長の認可を受けることで法人格を取得し、不動産登記ができるようになりました。認可後の自治会の負担につきましては、区が所有する集会施設等の土地の不動産登記の手続きのほか、団体の規約や代表者が変更となった際に市へ届け出なければならないなどの事務が必要となることが挙げられますが、従来の自治会活動に影響するような負担は発生しないと考えております。また認可遅延団体を申請する自治会への支援としましては、役員への分かりやすい資料提供や必要に応じて担当職員が自治会の会議などに出席し、丁寧な説明を行っております。しかしながら、法律に基づいた規約の作成など専門性が高い内容も含まれるため、自治会役員だけでなく住民への理解が進むようきめ細やかな情報提供に努めてまいります。私からは以上となります。石井努議員の質問を許します。石井議員。はい、それぞれの質問に対しご答弁をいただきましたので、質問順に沿って再度質問をさせていただきます。スポーツを通じた地域づくりについてですが、精神科道場への見学者があったということ、また金メダル獲得後もどう
道場所属の選手たちの活躍が報じられることもあり、柔道関係者の皆様はじめ地域の皆様にとっても効果と期待が感じられることは、次世代育成の面からも地域の活性化につながるものだと思います。今回高まったスポーツへの関心を、2028年に開催される信州やまなみ国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会へとつなげ、地域活性化の好循環をというご答弁ですが、国民スポーツ大会におきまして、塩尻市はバドミントンと柔剣道の競技開催地となっております。4年ほど先の開催ではありますが、パリオリンピックの快挙での盛り上がりを一過性のものとしないために、地域活性化の好循環を創出するための施策をどのような方向でお考えでしょうか。久留米交流文化部長。はい。スポーツを通じて地域活性化の好循環を創出するための施策につきまして実例を述べさせていただきますと、本年6月にですね、トップアスリートによるイベントを大阪田公園3校グリーンフィールドにおいて、プロサッカーの前田大然選手を招いてサッカー教室を開催しまして、市内外から多くの子どもたちが参加し、合わせてサッカーファンが観覧に訪れていただいております。また今後、県柔道連盟、またカナダ大使館など関係団体、関係機関と調整を図り、出口久選手、出口ケリー選手にご協力いただいての柔道イベントの開催の可能性を探るほか、松本山雅 FC や MX アリーナ支店関連者であります水野をはじめ市内企業などの協力を得て、さまざまな種目でトップアスリートを招いてのスポーツイベントを実施してまいりたいと考えているところでございます。一方、2028年に開催される信州やまなみ国民スポーツ大会では、議員おっしゃる通り、当市ではバドミントンと柔剣道の開催受け入れが決定しております。バドミントンでは本年6月に MX アリーナにおきまして、事業団チームヨネックスを招いてイベントを開催し、来年でも他の事業団を招いての計画がございます。またプレ大会としてバドミントン実業団全国大会など本市での開催に向け調整を進めてまいります。一方、柔剣道は競技人口が少ない種目ではございますが、毎年本市で行っております国民スポーツ県予選大会に加えて北信越大会など招致を行うほか、中高校生を対象にした体験会などを計画してまいりたいと考えております。現在高まっておりますスポーツに対する関心を持続させていくために、ファミリースポレクのような気軽にスポーツに親しめる機会に加えまして、注目を集めるようなスポーツイベントを織り交ぜ継続的に開催することが地域活性化の好循環につながると考えておりますので、ぜひ市民の皆様のお声等をお聞きの際はお聞かせになれば幸いでございます。石井議員。国民スポーツ大会開催を想定しての取り組みをされているとのこと、幅広い世代、地域全体での歓迎、オリンピック金メダルが与えてくれた力を生かしての地域活性化の流れをしっかりと作り出していただきたいと思います。国民スポーツ大会のお話が出ましたので、もう一点関連してお聞きいたします。バドミントン柔剣道の競技開催に対応した設備や備品等の充足の状況についてはいかがでしょうか。久留米交流文化部長。国民スポーツ大会に開催に伴う設備備品等につきましては、令和4年度にバドミントン競技柔剣道競技ともに特定の種目の団体を統括し、アスリートの支援や育成、競技普及などを行う団体である中央競技団体により事前の整備施設が行われ、競技施設整備等における指摘事項がいくつか挙げられております。両競技ともに47都道府県選手団の控え室などに使用する諸室が不足していること、またドーピング検査場の設置、合わせて選手役員の動線確保、応援席やトイレ、女子更衣室の不足などの指摘を受けており、備品としましてはリアルタイムで情報発信もできますデジタルスコアボード等が必要であると認識しております。引き続き
大会戦災地視察や運営に際しての実態の聞き取りなどを行いまして、整備計画を策定し、並行し関係団体と情報共有連携を含め、全国からお見えになる選手団、また関係者はじめ観覧に訪れる皆様を最適な環境でお迎えできるよう準備を進めてまいりたいと考えております。石井議員。大会の開催に関して、必要なものが具体的に、分かっているとのこと、準備期間もまだありますので、確実なご対応をお願いしたいと思います。大勢のアスリート、関係者の皆様をお迎えする機会になりますので、さすが世界ランキングの選手を輩出する街は違うなと、そういったところもぜひ見せていただければと思います。合わせまして、第6次、総合計画、塩尻未来投資戦略にありますように、県の中心にある立地を生かし、スポーツや文化活動の大会や競技会場として選ばれる町、これに沿って、国民スポーツ大会を含め、スポーツを通じた地域づくり、人づくりを引き続き進めていただきたいと思います。続きまして、丸2、子どもの居場所づくりについて、になりますが、児童館、公民館といった地域の施設の環境整備、開催回数の拡大が進んでいるとのこと、お力をいただいていること、優先事項としてお力をいただいていることに感謝を申し上げます。ただし、今後の需要と利用者の増加傾向には引き続き応えていく必要があり、場所づくり、運営に関わる人の確保は欠かせない、考えられます。子育て家庭や保護者の就労先などの理解もいただきながら、社会全体で考えることのできる居場所づくりを進めていただきたいと思います。同時に家庭支援につきまして、潜在的な孤立を想定していくとのご答弁ですが、支援制度あるいは子ども食堂や無料塾などのイベントのお知らせ、養育費に関する無料法律相談会、こういったものを発信していくという一人親家庭お役立ち情報につきまして、どのような利用状況なのかをお聞かせください。百瀬子ども教育部長。はい、今ご指摘をいただきました一人親家庭お役立ち情報につきましては、市のですね、緊急メール塩尻のシステムを利用させていただいて、火災が起きたときにどこどこで建物火災ですというような、あのメール配信と同じシステムを利用させていただいて、子育て家庭に役立つ情報を必要な方がそこチェックをしていただくとメールが届くようになっております。その中で一人親の方以外も含めて、今現在登録が1720人の方がおりまして、その方々に、常時先ほど言いましたその子ども食堂だとか無料塾だとか、いろんな情報、養育費に関する市の補助の制度の話だとか、いろんな情報の発信をしております。今年はですね、令和6年度におきましては4月からすでに34回のメールの配信をさせていただいておりますし、昨年はちなみに年間で66回の配信をさせていただいております。石井議員。はい、登録者1720名、昨年は66回の情報発信ということですけれども、やはりこの継続的に要支援、支援の必要な過程というのはもう把握されているかと思いますが、1720名というのは要支援過程の数に対しましてはどの程度の充足率といいますか反応の数だと感じられてますでしょうか。百瀬子ども教育部長。はい、実際一人親家庭と言われている方につきましては500名弱でありますので、その方々も含めて子どものいろんな支援に関して関心のある方々が登録をいただいていると思っております。石井議員。はい、それぞれ、違った立場での、ね、支援が必要なのかなと思います。子育て世代ご家庭のサポートに関しましては、もう個別対応が必要なケースが多く想定されると思います。こういったインターネットですとか、まあ、LINE もそうなんでしょうけれども、デジタルツールでのつながり、あるいは直接の面談と
つながりの手段もさまざまだと思いますが、それぞれは丁寧に向き合うという意味からも、今後もこういったツールを有効に活用していただきたい、そのことをお願いしたいと思います。続きまして、丸さん、PTA の今後の在り方についてですが、価値観の多様化から目指してきた豊かな教育環境の尺度も変わってきているのであれば、家庭環境や保護者の意識の変化を理解し受け入れていく方向での見直し、あるいは解散といった選択は実は現実的なのかなと、そんなことも感じます。市内におきましては、成り立ちや活動の意義を理解した上での参加、あるいは組織再編や負担軽減に取り組んでいるというご答弁がありました。スリム化は有効であり進めていくべきと考えますが、活動のメリット、あるいはやってよかったな、そんなふうに感じる部分は継続し伸ばしていくべきだと思います。 PTA 活動のメリットと成果事例について、その中から今後伸びていくと思われるもの、興味関心を高めていくことのできる部分についてはどのようなものがあるとお認識でしょうか。百瀬子ども教育部長。はい、やはりですね、昨年実際に PTA の役員をやっていただいた方々に最後にいろんなこうアンケートを取っておりますけれども、その実際に体験された方々の意見をですねしっかり伝えていく、その中で保護者同士のつながりが広く、非常に広くなった、教師先生とのつながりが非常にできて距離が近くなった気がする、学校での子どもたちの様子を知る良い機会であったって、本当にやった方々がそういった良かったって感じる意見が本当に大多数でありましたので、そういった体験の声をですねしっかり伝えていきたい、また PTA の方から発信していきたいと考えております。石井議員。はい、体験者の声は本当にリアルなものがあると思いますし、またそういった体験をですねその次の世代につないでいくということも大きな意味があるのかなと思います。なかなか誰に相談していいんだろうかっていうのもね、難しいところがあるかと思いますので、ぜひやってよかったというような体験をお持ちの方がいらっしゃいましたら、先輩という位置づけになりますからね、次の保護者の皆さんにこういったメリットありますよ、こういった楽しさありますよ、そんなことも相談相手としてお伝えいただけるものがあればいいのかなと思います。いずれにしろ任意団体という位置づけでありますので、選択の場面が出てまいります。そういったところでの分かれ道がある中では、何のためにやるんだという活動目的への理解が進めば、やっぱりできることには取り組んでいった方がいいだろう、取り組んでいきたいという意識、環境づくりにつながっていくと思います。子どもたちのためにという思いが学校、家庭、そして地域、それぞれの立場で育まれ、今だからできる PTA 活動、使用知りだからできる PTA 活動が作られていくことを願っております。続きまして、丸4番、キャリア教育の進捗についてですが、学校、地域、企業、行政等が一体となって推進していく共創共学が重要とのご理解、また今年度から市と市教育委員会、商工会議所、NPO 等が連携して学校のキャリア教育を支援する体制を整え、学校と地域、企業等をつなぐコーディネートを NPO に委託したということですが、実際に学校現場と競争という形で実施している事例はありますでしょうか。百瀬子ども教育部長。はい、実際にはですね、その委託している NPO 法人さんは、めぐるさんでありますけれども、市内の本当に各企業、いろんな企業を知っておりますので、そういったネットワークを通じる中で各中学校と職場体験学習をやるその一般企業さんとのマッチングはもうかなりさせていただきました。またその他にも、具体的にはですね、本当にこの直近ではありますが、この週末に平井で遺跡で、平井で、ローカルナイトクリ、ピクニックってい う, こうイベントがありますけれども、それは砂場の企業の方が企画をしてっていう形で、その方々と、その、イベントをですね一緒にこう作り上げる企画を中学生からこう提案をいただいたりとかっていうことで、企業と中学校が結びついているっていう事例もありますし、また
中学校と、この高校と両方で探究の学習っていうのもあるんですけれども、両方が中学3年生でどういった今年は探究をやっていかなきゃいけないで、高校生もまた今年どういう探究をやっていかなきゃいけないかって、こうキックオフをするにあたり両者でどんなことをやっていけばいい探究につながっていくかっていう、そういうところでもキャリア教育がつながっていると感じております。またかなり先ほど言いましたその企業とのつながりの中でも、仕事内容ややりがいをしっかりこう企業の方、農家の方、いろんな方と結びつけていただいて、学校はでそれをまた、自分の地域ブドウであればブドウをつながった、また野菜地域であれば野菜と野菜農家と中学生とっていうつながりもですね、しっかりNPO さんの方で、コーディネートをしていただいております。石井議員。はい、9月14日ローカルナイトピクニックというねイベントのご紹介ありましたが、先ほど居場所づくりで、お話しした夏休みの学習広場の中で子どもたちが何かこうイラストというかね、絵の具でいろんな彩りの作品を作ってたんですね。何に使うのかな、宿題なのかなと思ったんですが、どうもそのローカルナイトピクニックに使うということなんですが、それはそういうことですか、そういうことなんでしょうか。農政子ども教育部長。はい、その絵を描いて何を使うか、ローカルナイトクリニックあピクニックは基本的にランタンをこう上に上げる、そのためのこう絵を描いていたのか、それにはこう参加費とかもありますので、それに参加していたかは分かりませんけれども、私の聞いているのキャリア教育の中では企画にこう携わったっていうことを聞いておりますので、それ以外にも個々の中学生がその絵を描いたりとかっていう形で参加しているっていう事例は当然あるかと思います。石井議員。はい、そうやってこうね本当に身近で行われている行事の中に、実はこの後こういう楽しみがありますという、非常に連携はね素晴らしいと思いますので、どん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 広げていただければと思います。でその実際の学現場との競争に関してなんですけれども、8月28日に桔梗小学校で開催された出前講座を拝見いたしました。福祉について学ぶ授業内容で、これは新聞記事にもなりましたのでご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、事前に福祉施設を訪問し、別の事業ですね、事前に訪問して高齢者の生活過ごし方等に触れ立った児童たちが、その出前講座の当日、今度は講師を務められた市内の福祉専門学校の皆さんからのお話を聞きながら、高齢者についてさらに理解を含めていくという内容でした。他人の先生も講師の先生と一緒に授業を進めていたことからは、しっかり事前の打ち合わせがされているんだろうな、ということが伺えましたし、一緒に授業を参観していた校長先生から、子どもたちが気づいてほしいこと、考えてほしいこと、身につけてほしいことといった話を聞くことができました。授業を拝見しながら、学校側の思いと企業側の思いがマッチした事例だなと感じていましたが、これについてはどのようにお考えでしょうか。百瀬子ども教育部長。はい、キャリア教育の一環としても当然捉えられますけれども、各学校の福祉教育っていう観点もありまして、福祉のこう現場、コロナ禍でかなりこう減っていたっていうこともありまして、また実際にこう体験がやっぱり減っている、またその福祉、就労だとか介護だとかの現場も大変だっていうことも象徴しておりますので、そういったところを学校に情報提供をして、また専門学校さんからもですね、ぜひ福祉の現場をもっと知ってほしいとかっていう要望もありますので、そういったところをマッチングをさせていただいて、各学校でキャリア教育も含めてやらせていただく、これは介護福祉に限ったことではなくて、他の産業に関しても、学校として取り組めることがあれば、今後も取り組んでまいりたいと考えております。石井議員。はい、おっしゃる通り非常に良い事例になってたと思いますし、また幅広い分野でね、幅広い企業さんとの連携もこの中から次つながっていってほしいなと思います。この質問に関しては介護福祉教育の情報交換会からの内容から、その後のすぐその後にありました今の出前講座、そういったものを拝見して感じたことをお聞きいたしております。情報交換会は
継続して開催されると聞いていますので、それぞれの活動現場での様子や考察等を共有しながら、サービスを受ける側、提供する側、双方にとって望ましい方向を考えていただきたい、そんなふうに思っております。続きまして、新たな価値を生む競争循環についてですが、中心市街地の活性化についてご答弁いただきました内容は、来訪者に対しての宿泊施設の不足、ビジネス観光、地域経済への影響といった課題解決策として大変有効であると考えられ、期待を感じさせるものです。競争循環においての中心市街地活性化に関し、塩尻市が重点的に取り組むこととして、全体の構想検討再整備に向けた機運づくりという記載が市民読本塩尻未来都市計画に戦略にございます。またご答弁にありましたまちづくり勉強会はこれに当たるものかと思いますが、7月23日に開催された第1回まちづくり勉強会に私も参加させていただきました。いくつかの事例をお聞きする中で、エリアマネジメントという考え方と実例が紹介され、大変興味深く拝聴いたしました。どういう仕組みが必要で、どういう暮らしと地域を作っていくかということですが、中心市街地の活性化にエリアマネジメントの手法が必要な理由、これをどのようにお考えでしょうか。古畑商工観光部長。はい。エリアマネジメントの国の定義でありますけれども、地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるための住民、事業主、地権者などによる主体的な取り組みと定義されております。先進地の事例なんか見ていくと3つ定義あるのかなと思っております。1つ目が、エリアマネジメントなので、このエリアをまず決めますけれども、一定のエリア内の多様な利害関係者が主体となって、にぎわいや課題解決を行う。で、二つ目がですね、これらを行うのに専門的な体制を取って、横断的、総合的に調整しながらエリアの運営を継続的に行う。で、三つ目が、目的が、集客や販売促進だけではなく、地域のブランド力の向上、またはイメージアップなどの価値向上につながるもの、この3つになっています。具体的にこれを大門商店街、中心市街地に置き換えますと、1番目の多様な利害関係者というものが大門の住民の方、それから事業者、昨今2位でできました大門若手会、事業者の方々中心になっている会がありますけれども、このようなもの、それから大門マルシェの実行委員会ですとか、ハロウィンの実行委員会、それから塩尻町元気カンパニーですとか、中心市街地活性化プロジェクトチーム、このような多様な主体が現れてきております。で、2番目のこれらの多様な主体の、横断的な調整をするために、調整できる機能、全国の事例としては、真ん中に協議会というものを設置しております。で、この協議会が中心となって、価値の向上やブランド力の向上を行うためにビジョンを策定し、それを共有していく、それからそれを行うために、いろいろイベントをやったりですとか、取り組みを、情報発信を常にしていくことによって、住みたいですとか、関わりたいと思わせるエリア、これを行政主導で行っていないというものがエリアマネジメントなのかなと考えております。答弁の中にありました、今年度3回の勉強会、開催しております。7月に開催されたものが、まさに地域が主体となるまちづくりの重要性をテーマで、60名の方が参加いただきました。議員も参加されたということなんで承知していると思いますが、中にはコア塩尻のパートナー企業に勤める、社員の方もこの勉強会に携わってですね、自分たちの関わる町、これからどうして行きたいのか行くのかということにかかっております。で、9月の25日に地域ブランディングによる町づくりというテーマで2回目の勉強会を行いますので、まさにこのエリアマネジメントの手法というか考え方をですね、次年度以降どう展開していくかというところへ生かしていきたいというふうに考えております。私からは以上です。石井議員。はい。エリアマネジメントという考え方ですけど、これがなぜ必要かということをね、多くの方にご理解をいただきたいと思います。私も参加させていただいて感じたことがあるんですが、ちょっと時間がなくなってきたので、そこはちょっと省略をさせていただきまして、また次回以降もね、この次につながる勉強会期待しております。それから続きまして、自治活動の活性化支援、地域の掲示板についてですが、
ちょっと制約をね、どうしても意識していかなければいけないかなと思いますが、ちょっと複雑になってくる面もあるかと思います。広域発信になると参加条件設定などは配慮しなければいけないケースが増えてくることもあるかと思います。実際にはまだ地域の掲示板は運用が始まって数ヶ月ですので、昨日もご答弁ございましたが、運営現場との連携を進めてより良い活用を目指していただけるようにお願いいたします。またウェブを活用するということで、今度はネットモラルの範疇、あるいは DX 社会の実践の地域事例としても考えていくことが可能かと思いますので、配慮いただきながら塩尻市のいいところだな、そんな認知の向上につなげていただければと思います。私も利用させていただくことが多いので、また気がついたことは今後改めて取り上げてまいりたいと思います。それから認可支援団体についてですが、現在市内に25団体があるという話で、財産管理というお話いただきまして理解をいたしましたが、この認可支援団体は今後増えていくと予想されてますか。島田市民地域部長。はい、市内のですね、自治会の多くがですね、集会所施設を所有しておりますの、その多くがですね、認可支援団体制度ができる以前から保有をしていると推察されます。市内では平成5年に吉田地区が初めて認可を受けて以降、平均しますと年1団体から認可支援団体の申請を受け付けておりまして、申請のきっかけとしましては様々でございますけれども、不動産名義を区にしなければならない理由により申請をされているということでございます。今年度も1団体から申請がございまして、今後も同様に増えていくことを想定しております。私から以上です。衆議院。はい、時間や年数の経過とともに地域行政の要件も変化していく中での設立の増加傾向だと考えることはできると思いますが、今までとは違った仕組みを受け入れていく、ということになると思います。行政側のサポートはしっかりとやっていただけるというご答弁いただいておりますが、認可支援団体だから可能な次世代型サービスといった点につきまして、何かお気づきのものや予想されているもの、期待等がありましたらお聞かせください。島田市民地域部長。はい、認可支援団体ですけれども、不動産や動産など団体名義で取得することが可能となる制度であるため、認可支援団体になったことを理由に、自治会として新たにサービスの創出がなされるかというと、これまでの経緯を見る限り、そういった事例は把握をしておりません。しかしながら持続可能な地域コミュニティを構築する上で、この制度は重要な手段の一つであり、安定したコミュニティ基盤があるからこそ、安心して地域的な共同活動を継続して行っていくことができると考えております。また自治会が認可支援団体の申請を検討していく過程では、自治会活動の見直しの気づきや自治会内での対話の場を作り出すきっかけとなりうるものと考えております。市としましても持続可能なコミュニティの構築に向けて支援の一助として、今後も前向きに助言を行っていきたいとこのように考えております。以上です。衆議院。はい、地域の環境変化には今までとは違う考え方で対応していく必要が出てくると考えられます。ご答弁をいただきましたように、経過や制約を踏まえながらの、また柔軟な発想での新しい生活様式をメリットにつなげていくことのできる安心共生を地域とともに作り出していただきたいと思います。少々駆け足になりましたが、時間も参りましたので、以上で私の一般質問を終了させていただきます。ありがとうございました。以上をもちまして、石井努議員の一般質問を終結いたします。この際、午後1時10分まで休憩いたします。